溶化カリウムはカリウムと溶素からなる無機化合物。化学式系 I、式量166.00で潮解性を持つ無色の個体。水酸化カリウムと溶化水素酸の反応によって得ることができる。水溶液中では電離して溶化物イオンとカリウムイオンになっている。硫酸の存在で溶素が有利するので、この性質を用いて適定反応に広く用いられる。 極性溶媒に容易に溶ける。工業的には溶化化合物を作るための材料として用いられる。また、水には溶けにくい要素が溶化、カリウム水溶液には酸溶化物イオンとなって溶解し、溶素溶化、カリウム溶液となる。この溶液は溶素液と通称され、プ粉水溶液に加えると溶素淀粉反応を起こす。また、 空気酸化と光によって徐々に要素が有利し、黒ずむので、遮光の上、密線して保存する。通常は、要素溶化、カリウム液などの要素液類の調整や、酸化性雰囲気化での要素の有利による、低色を利用して、適定反応や残留塩素の測定などに広く用いられている。また、アンモニアの検出によく使われていた、ネスラー試薬や、アルカロイド、 第3級アミンの検出に使われるドラーゲンドルフ試薬の調整にも使われる。非放射性の要素をカリウム塩にしたものを安定要素製剤として用いる。動物の甲状腺は甲状腺ホルモンを合成する際に要素を必要とするため原子力災害時等の放射性要素を吸入した場合は気管支や肺または咽頭部を経て消化管から吸収され、 その10から30%程度が24時間以内に、甲状腺に有機化された形で蓄積される。放射性要素は、β 崩壊により内部被爆を起こしやすく、甲状腺がん、甲状腺機能低下症等の万発的な障害のリスクが高まる。そのため、非放射性要素製剤である本剤を予防的に内服して、甲状腺内の要素を安定度を遺体で満たし、 以後の要素の取り込みを阻害することで放射線障害の予防が可能である。この効果は本材の服用から1日程度持続し、後から取り込まれた過剰な要素は速やかに尿中に排出される。また、放射性要素の吸入後であっても8時間以内であれば約40%、24時間以内であれば7%程度の取り込み阻害効果が認められるとされる。 本在に副作用は少ないが、要素への過敏症や、甲状腺機能異常を副作用として弱気する可能性があるため、一般人の判断での副用は極力避けるべきである。セミパラチンスクの甲状腺腫瘍に対して実施した、ブラフ遺伝子変異検索長崎医学会雑誌、長崎医学会雑誌81,363から366、 2006から09用度の工場選挙区所、循環動態に及ぼす影響長崎医学会雑誌、長崎医学会雑誌79、294から296、2004から09、原子力災害時における安定用素材予防服用の考え方について、平成14年4月原子力安全委員会原子力施設、東防災専門部会、ありがとうございます。